round one. Fight! マリエ、食パンありがとう。あ、でもね、ちょっとやってみて、なんか、面白くする方法思いつかなかったら、ルーク戦はガエルでやりますよ。絶対そっちは面白いんで。って豪気使いか。あ、ごめんなさい。あ、これも位置変わるんだ。あ、へえ。多すぎる。今これ行った方が損だもんな。
あ、そっか。いやほいちゃんありがとう。おこぼれ好きおじさんありがとう。うわぁ、ごめんね、ありがとう。
どうもありがとう。ああ、ちょっと。You lose.フェロン同キャラだな、これ。あ、なんかと似てるなと思ったら、フェロン同キャラだわ。お、マジか。減る。でも、せやりだった。
win. しみずれこがめの夜分ありがとう。あ、バカバカ、あるじゃん、鳥が、バカ。勘違いした。痛みまんってやっと。どうもありがとう。You win. どうキャラは正直めちゃくちゃクソだなこれ。どうキャラめちゃくちゃクソ。あ、やめか。おがめの夜分のデレスありがとう。ビタミンも年中はキャッサリ。いや、これは、クリプトンセ、まあ、ていうか、だからもう、ガイルやるね。あの、コンセプトが、防御特化だから、お互い、拉致が赤。フェイロ、マジでフェイロの動きやな。しょうもなさすぎる。だとな、俺の持論として、同キャラがつまんないキャラは、相手にしてても深いっていう。だからみんな相手、みんな不快なんだろう。ガエルでやってると楽しいけど。
真珠は気痩せありがとう。ビタミンマン、ありがとう。ごめんね、やっぱり。これ、めっちゃ健全じゃん、この対戦。まあ、ガエルが有利だとは思うんだけど。普通の対戦だよね。いいえ、小亀の親、ブンドもありがとう。ガエルのコソ練してた。いいよ。ヴァンパイアサバイバーとドラケンのみ。のみでございます。やっぱルークやった後にガエルやると、やっぱガエルは攻めキャラだなって思うよ、まだ。まだっていうか攻めキャラだよ。なんかガチの待ちキャラだもん。うまい。
レンガじゃなかったん。エルデンリングやらんのかな。やりてえ。やりたいよ。やりたいよ。本当にやりたいよ。ダークソウル系やってたよ。ダークソウルのワンツー両方やったかな。ロモコ画面の親分ありがとう。ロディアンさんありがとう。あのさ、4本のホンダとかどこに重要があるんだよ。回線4本のホンダにどこに重要あるんだよ、マジで。同じホンダ使いのよしみで。使いのよしみで。対戦してやろう。なんか憎めない。米の親分ありがとう。誰が飛んでんだよ。やばいやばい。つれダクソソリーの時初めて。いや、それは勘違いだと思うよ。スリーが初めてだっただけじゃない？シリーズはやってるはず。格ゲーやってない時期に。格ゲーから入ってる時期に、ちょっとやってた。あー、私だいぶ、あ、バイステが入んのか。うめえよ、キャンセル。技術を磨くんじゃねえよ、ホンダ使って。
バカバカ。マジ？絵の飛び方エグいんだごめんね、バリアット。ああ。CA 削りしたと。V リバゲージがあるから。まあ、痛いね。ポーが2008年でダイスプロ2011。あれ？ほんと？変だね。2008年かな、じゃあ。確か格ゲーやってない時期だった気がするんだよな。2008年、ギリ格ゲーあれじゃねえか。いや、ちょっと変だな。横がごっちゃになってる。勘違いかも。とにかくダークソウルはやってる。あ、ゴッドオブウォーか。ゴッドオブウォーかな？ゲームやってない時期にやってたの。ゲームやってない時期にやってたのにゴッドオブウォーで、ダークソウルはダークソウルでやってます。うん。ごめんね、バリガッタ。
こうなったら本田やってもいいって調整。8台キック反撃受けるのやめてほしいね。うん。続きがシフトされる以上、なんか、ちゃんと地上で触れる技が欲しくて。わあ、ミスった。You win. ホンダはでもやってる方はマジで爽快感あるよね。それはマジで間違いない。ちゃんと衣装表示しないと。3本だもんだって。うん。3本だもの。コガメの親分、ありがとう。重視もありがとう。ボタン押せるから、そう。もうホンダ使うとボタンの、消耗が激しくて、面落ちがしょっちゅううちに来て直さなきゃいけないの。コガメの親分、ありがとう。省けば、ありがとう。ホンダ誰との対戦でホンダを出すんだよ。この組み合わせはホンダっていうのはなくて。まあ、C っていうなら、まあ、ナリとか、あの辺でさ、この待ち時間にさ、スレスパできたらいいのにね。で無理だよね。入ってきたかどうかわかんないもんね。いや、スマホはさすがにちょっと視聴者置いてきぼりすぎたなって。さしもの俺も思うんだけど。みんなスレスパやろ？みんなスレスパやろ？マジで面白い。てかあれ危ないな。マジで超やっちゃうね。ねえ、この時間スレスパできたらさ、超有意義だよね。質問です。どんなにメンタルが強くて、どんなに気が強い人でも、心が不安になったり、恐怖を抱いたり、ストレスを長期間感じることってあるんでしょうか？ちなみに僕は適応障害っていうのが何なのか、俺は詳しくは知らないけど、メンタルが強い人がどなたかっていう話だけど、少なくとも俺は結構、ストレスは感じるけど。俺の場合ストレス感じたらもういいやっていうできる性格っていう。あんまり頑張りすぎない。頑張りすぎないっていうか、辛いっていう風に思う自覚できない性格。だから、どっとなんか、なんか最近面白くねえなってなってくる。ストレス溜まると。でそうなったらサインだから、ちょっと休む。疲れを感じづらい人間。ラリータ。ああ、この人、なんかこの間質問した人か。ガイル使うよー。同キャラつまんないからガイル使うよー。バイトで怒られてるとき何考えてた？バイトで怒られてるとき、どうもありがとう。バイトで怒られてるときはね、いやマジで、まあ俺が悪いんだろうなって思うときもあれば、なんかもっと言い方ねえのかなって思ってるときとかもあったね。もっと言い方あるのになみたいな。
だからこんだけ大量発生してるルークをガエルだったら倒せるっていうのは結構いいよね。ああ、大事でよかったわ。ガエルもやるんですね。うん。あの、ルーク同期の人は、あの、しょうもね、しょうもなさすぎてやりたくない。ムスパリガット、次の調整で代理望むことって何ですか？戦略の幅、戦略に幅を持たせたいね。さすがにこの性能、ずっとなんで。あとこれ5年ぐらいこのキャラやってるんで。もうちょいなんか、変化が欲しいかな。相当しゃぶり尽くしてると思うんですけど、我ながら。ちょっと噛みすぎて顎痛くなってきたんで。ごめんね、ありがとう。あ、ダイブはね、そう、結構面白かったよね。あ、バカ。全然ダメージ計算できてない。え、おい、ああ。全然死ぬじゃん。バカは俺、勘違いしてんの俺。全然死ぬし。痛いね。
やば。モザイクサリが多分わがめないバリが多分結構ありがとう。You lose. バンスとソバットダイブ強化されるとしたらどれがいい？まあ、ソバットかな。ソバットだね。最悪なのこのキャラ。マイナス1に戻ったら、マイナス1だったことは頃はない。うん、マイナス2だね。
ユイトリーニョ様は完全無敵にならないかな。それでも使うかどうかわかんないけどね。大差ますけど、それ。強そうだね。強いのかな？それでも1のが強そう。まさかシャガチはダメか。いやー、怖いな。そしたら立ち台パンか、立ち台パンがいいのか。You win. DX 様発動、 DX 様発動で何入れんの。ダブル様ソニック追撃。なんか能動的にできないっていう、ただ時間が過ぎてくっていうのはつまんないね。待つだけっていうか、ダブルサマーのリーチもっと伸びるとかだったら面白そうだけど、一瞬短波ないよな。長いっちゃ長いけどみたいな。ごめんなさい、重心丸ありがとう。おっと、人が積んだ。にももありがとう。